めちゃくちゃ難しかったんだけど、なんで指これ習う関係副詞と分子構文はこんな簡単なわけ。大学生ながらも代々木ゼミナールの名古屋校に通って、富田先生と西谷先生の影響を受けていたからこそ、はい、皆さんこんにちは、教育薬科的なと申します。ちょっとね、初心に帰ってなんですけど、僕何の科目の先生だったか覚えてますか？マネージャー、英語です。そうです、英語なんですね。あのもちろんですよ、世間のね、有名な YouTuber のようなね、素晴らしい英語を話せるわけじゃないんですけれども、でも東大受かりたいとか京大受かりたいとか、まあ、早慶受かりたいっていう子たちに対してちゃんと指導できるぐらいの英語力はあったと当時思ってました。なんで英語の先生になったと思います？浪人した時に英語の学力が一番伸びたから。あのね、一番伸びたのは実は英語じゃないんだよね実は社会科目なんだよね。そこの話ちょっとオフショットでしました。で、何かっていうと、学校の英語の授業と予備校の英語の授業が一番違ったからなんですよ。要するに、学校でみんなこういう風に教えられてるよねっていうものが、予備校では違う角度から教えられてるんですよ。で、いやいや、学校で習った関係副詞とか分子構文とかめちゃくちゃ難しかったんだけど、なんで予備校で習う関係副詞と分子構文はこんな簡単なわけって思ったわけで、これは世に広めないと絶対にいけないっていう使命感に駆られたわけなんですね。プラス、僕英語の前の話28位からなんで、20代、30代、40代、50代、60代の子までは確実にちゃんと見てる自信があったんですよ。あのね、話ね、75超えてくるともうね、教えることがだんだんなくなってくるんだけど、69ぐらいまではね、ちゃんと教えられる自信があったので、僕変な話がね、20代、30代、40代、50代、60代までは自分で経験があるから、どこの層の子がどういうところでつまずいてるかって全部手に取るように分かったんですよ。もう20代の子はそもそも SVOCM の概念から教えなきゃいけないよねとか、40代の子も実は受動態分かってないよねとか、60代の子も分子と分子構文の単元ってまさか受動態とくっついてると思ってないよねとか、そういうところって、ね、こう手に取るように分かったんですよ。で、これを世に広めたいっていう風に思っててなりましたっていう感じなんですね。皆さんはどういう理由でその科目の先生になったのか、ぜひ学校の先生でももちろん OK なんで、塾の先生も OK だし、コメント欄にぜひね、書いてバーってね、書いてみてほしいです。なんでそんなね、熱い思いを持ってるのに炎がね、途切れてしまったかっていうと、僕がね、予備校で習ったその英語の文法事項とかね、その英文解釈とか長文とかね、まあいろいろあるんだけど、が若かったから最強だと思ってた。なんだけど、この世の中にはもっと最強の英語の先生がいっぱいいて発音どうなのとか、本当に英語の深いとこまで理解してんのとか、そもそも英語を学問としてちゃんと勉強したことあんのって言われると、うって詰まるところがあったんですよね。そこを勉強する気力と、もうすでに、まあ、営業で1位取ったんで、営業を極めていくのどっちにしようかなって時に、まあ、営業を極めていく方がいいかなと思っちゃったんで、やめちゃったんですけど、っていう理由がありました。結果的にはやめたんだけど、あそこで大学生ながらも代々木ゼミナールの名古屋校に通って、富田先生と西谷先生の影響を受けていたからこそ、塾講師っていう職業を本気でやれたし、教師長までやらせてもらったし、そのスキルを生かして英語じゃないところでの分野で才能が実はあったってことも気づかせてもらったし、だからこそ、まあ、今があるっていうふうに思ってるんですね。まあ、何が言いたかったかっていうと、一個のことをめちゃくちゃ頑張ると他のものにも応用できるよねって話なんですよ。だからめちゃめちゃ一生懸命頑張った塾講師は、塾講師でそのまま磨いて予備校講師になっていくとかってのもいいと思うし、今流行ってる映像講師に応募してみるってのもいいと思うし、全然違う道に進んでみるっていうのもまた成功するきっかけになるんじゃないかなと思うんで、英語の先生からは離れたところに行ったけど高みを目指して頑張ってきたので、僕は僕にしかできないこと YouTube 上ではやっていきたいと。皆さんもぜひ今頑張ってる科目ってそれだけじゃなくて違うものに応用できたりするから、皆さんも高み目指して頑張っていってほしいのかなっていうふうに思います。じゃあ参考になりました方、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。一番ね、偏差値が高かったのはね、実は政治経済だったんですよ。実は英語じゃなかったんですよ。まあまあそんな差は大きくなかったんですけど、まあ政治経済がもうね、僕ねめちゃくちゃ得意だったんですよ。で、政治経済っていうと
大体ね、どっちが得意ですかっていうのね、ほとんどの人はね、政治が得意で経済が苦手って言うんだけどね、俺もうこの感覚がなくて、いや、政治と経済って一緒に渦巻いて動いてるから分ける理由がないじゃんって思うところまで勉強したのよ。だから例えば政治系の問題が出た時に、選択肢がバーってある時に、ああこの時期の政治ってこういう風だったから経済こうなってるよねって言って、経済の側面からアプローチして回答を絞っていくとか、逆に経済の問題が出た時に、ああこの時って政治こうなってたよなみたいな、ってことは政治がこうなってるってことは経済の経済界はこういうアプローチをするよなって考えて選択肢が絞れるだったりとか、そういうね、ちょっとね、政治と経済が本当に一個に合体したような感覚があったんですよ。で、これも俺、僕ね、結構ね、感動したのよ。予備校の授業で。すげえなと。ああ、政治経済って言ってるけど、分ける意味ないよねって。最初思ったぐらい、まあ、感動したのよ。ただ、その感動が、英語の方が上回ってた。まず政治経済だとさ、理系の子使わなかったりするし、まあ、今あの倫理政治経済って倫政って言って あるんで使うんですけど、僕の当時 あのセンター試験の理系の子たちってのが地理か倫理だったから政治経済受けなかったんで、私立文系特化用の科目だったんで、まあ、あと一応国公立でも政経やってるところ、まあ、一番有名なのは一橋大学だと思うけどぐらいしかなかったから、まあ英語の方が汎用性が高いかなと思ったんで、ってのもあって、まあ英語の先生になりましたよということでございます。でもね、やっぱね、ダメで、僕ね、政治経済の方が点数高かった、平地も高かったんですよ。常にずっと高かったんだけど、3年間かな、違う。大学4年間政治経済の勉強一切しないで、新卒1年目の時に、英語のセンター試験と政治経済のセンター試験をその日に解いた。バーって解いてたの。そしたら、まあ、英語は、数のミスだったんだよね。なんだけど、まあ、数のミスでも本当ダメなんだよ、英語の先生はね。満点じゃないといけないんだけど、まあ、数のミスぐらいだったけど、整形ね、点数がね、3割5分ぐらいまで落ちて、全然ダメじゃんっつって、もう全然できなくなってんじゃんって思った。っていうね、まあ、記憶というか、まあ、経験があります。だからやっぱね、やってないとできなくなるよねってのがありますね。忘れちゃう、うん、だからね、僕が英語の講師に今堅くなに戻らない理由として、まあやっぱ一個あるのは、もうやってないからもうね無理なんじゃねえかなって思ってるんで、まあ、今更勉強し直して皆さんにお届けするぐらいだったら営業の方に一冊読んで10本動画撮る方が有意義かなと思ってるんで、僕のチャンネルとしてはね、英語のチャンネルだったら他のチャンネルでもあるわけだから、そっち見た方がいいかなと思うんで、僕は僕にしかできないこと YouTube 上ではやっていきたいと。また明日からゴリゴリ営業の話をしていきたいというふうに思っております。はい。ではお疲れ様でした。ありがとうございました。